おはようございます。おはようございます。おー。大丈夫今日は人は人ってやつね。それは当たり前のことなんだよって話なんですけれども。演技とか台本を読んだときに、皆さんは何かに合わせようとしてますか？例えば主役が悲しんでたら、そのサブキャストの僕たちも主役が悲しいシーンだからって言って、同調して悲しんでいるシーンが。よかった役が主人公と一緒に悲しんでれば、はい、あよかったそうですね、そうです、正解です。人に同調するっていうのはとても大事なことだと思うんですけれども、まあ、この人は人って言った通りに、主役が悲しんでいたとしても、僕ないし私は悲しいのかっていう話なんですよ。仲間が死んだとか悲しいシーンだからって言って、みんなが同調して悲しいシーンがあるんですけれども、人は人なんです。かといって悲しまないわけではないんですよ。喜びレベルとかでもそうなんですけど、そこに出ている人たちがみんな同レベルで喜んでたり悲しんでたり楽しんでたりしてるんですね。でもそれって僕は違和感しかなくて、全員が西武ファンで西武の外野席にいて、優勝決まった瞬間にみんなでウェーってやるのは分かるんですね。その瞬間も分かるんですけれども、主役じゃないサブキャストの皆さんのお仕事って一体何なんだろうなっていうところをちょっと改めて考えてもらえると嬉しいかなと思いますね。一人一人しっかりとした考えがあるというところをちゃんと理解していただきたいんですね。じゃないと、例えばサブキャストで呼ばれました、後ろでちょっとお芝居やっといてくださいって言った時、どういうお芝居やっていいかが分かんなくて、結局なんか主役がああいう芝居やってるから、じゃあ僕も私もこういう芝居やっとこうみたいな、会社のシーンで主役がバタバタって入ってきます。それに対して主役が急いで入ってくるかって言って、俺も急いでおおおとかやったら意味がわからんくて、たまにね、その人は人っていうのを理解せずにタッグっていうかくくりで考えちゃう人がいて、なのでそこはしっかり改めてもらって、一人一人にしっかり考えがあって、その一人一人の人間を皆さんが演じるときに、その日々の日常をどう演じるかによってリアクションとかは変わってきますので、リアクションというアクションをしっかり出してあげないことにはアクションは出ないので、そこをしっかり考えていただけるとありがたいなと思いますね。なので今日のタイトルはちょっと人は人っていうタイトルにしましたけど、意外とやれてない、理解できてない役者さんってやっぱ現場でもいるもんで、そのちょっとしたことを言われた時に実践ができないって言いますか、とりあえず君ちょっと歩いてねって言われている指示、そのシーンで歩いてればいいよって言われている子がいて、いや歩くって難しくて、お前今こう職場やぞ、歩くってなんか意味あって歩いてるやんかっていう、じゃないと意味なく歩くってないじゃないですか。ちゃんと理解をして、そのキャラクターのことを理解をして動いてあげないことにはなかなか OK も指示も出ないっていうことになりますんで、その一人一人の人間性までちょっと難しいんですけれども、しっかりとその瞬間その人がそこでどういう仕事をしてて何をすべきかっていうところを理解してもらえると、いざ現場行った時にでも早いかなって思いますね。なんでその一人一人にそのキャラクターにしっかりとした考えがある、その前後をしっかり、前か前後というよりも俺の場合は後ろはあまり考えないんで、お芝居でそういう役だったらいいんですよ。後ろを考えるようなやつ、腹黒い役というか、後ろそのこれをやるとこういう結果につながるから今こうやっとこうというキャラクターだったらいいんです。いい人ぶっとこうとか詐欺師の役とかだったらいいと思うんですね。言葉一個一個に上手に、例えばうまいことなんか変に踏ませて喋るとか、随分流暢にいろんなこと喋れるやつとかだったらいいと思うんですね。その例えば詐欺師を演じるときに詐欺師風に演じるのか詐欺師として演じるのかって違うんですよ。なんでその、ね、人は人って言いましたけど、本当その人は人っていうところを明確に演じ分けてあげないと、他人に合わせるようなお芝居をやってしまうと損をしてしまうっていうか、主役を立てるためには、僕たちが生きるためにはその人間を生きるしかないんで、しっかりとした人を演じるしかないので、その人を演じるためにはやっぱその人を考えるしかない、周りのことを考えてる場合じゃないので、現場入って周りの、例えば僕の奥さん役の人がこう芝居やってるから俺今度はこうやろうとかもないんですよ。あくまで共存してるだけなんで、皆さんもしっかりと演じておけばいいかなと思いますね。その一人一人の考え、台本読んだ時のイメージってあると思うんですけれども、そのイメージを崩さないようにしてもらって、その時で今日も前回やったやつ、台本を使いながらはやりますので、その一人一人のその考えってやつを今日は見せていただけると嬉しいなと思いますね。今回はその映像に映る時の映像の練習をしてもらいたいなって思うし、その一人一人の考えっていうところを表情としてもうちょっと際立たせてもらいたいなと思いますので、その時のお芝居は前回やったシーンをもうちょっと噛み砕いてやっていきたいと思います。はい、急騰スケジュールのままキープしたらもらうんですけど、あるって言ってたらもう
だったらなぜこいつが買った本だけに注目する。はい、よーいスタート。大変だな、売れっ子作家を抱えてると。島田の性格だと先生が変わりそうですね。確かに。呼び捨てに戻ったね、こだまし。なんだか悔しかったのね。同期に負けを認めたみたいで。そんなことより、うん、大先生にプレッシャーかかって首くくっちゃったらどうします。おい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 、それは笑えないよ、君。はい、島田、島田さんに負けてる、うん、こだまがいて、うん、はい、あそこの出し方って言いますか、同期、うん、に、同期は負けたくないですからね、一瞬垣間見えるところとか、うん、でもそれを本気で例えば言ってないところとか、本気で言ってるのもいいんですけれども、あんまりほら、表立って会社なんで、表立ってあんまり悪口言わないじゃないですか、そこの、はい、その本音の部分と、どう見せるかっていうか、はい、これでいきましょうかね。はい、よーい、スタート。大変だな、売れっ子作家を抱えてると。島田の性格だと先生の方がかわいそうですね。確かに。お、呼び下に戻ったね、こだまし。なんだか悔しかったんで、同期に負けたみたいで。そんなことより、大先生プレッシャーに負けて首くくっちゃったらどうします。おい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 、笑えないね、君。その初っ端のスタートが、足りないと作れづらいというか、作れなくなっちゃうから、そこをちょっと頑張った方がいいんじゃない、はい、本当にうまくぶつかり合ってないんですよね、うん、もうちょっとなんか僕はこうスマートな皮肉っぽい、もうちょっとできる現代っぽい感じの方ができたいんですけど、はい、イメージがあって、はいはいはい、うん、だから言葉をもうちょっと立てた方がいいですよ、言葉の一個一個、うん、そんなことより大先生の首をくぐってたらどうしますみたいな、もっとシンプルに持っていってあげるとスマートに、ね、はい、絶対なるんで、都会的って言いますか、そうですね、はい、スタイリッシュですね、おーい、スタート。大変だな、売れっ子作家を抱えてると。島田の性格だと先生の方がかわいそうですけどね。確かに。呼び捨てに戻ったね、こだまし。なんだか悔しくって同期に負けたみたいで。そんなことより大先生プレッシャーに負けて首くくっちゃったらどうします。おい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 、それは笑えないよ、君。はい、さての方が逆に悪態感覚が強くなっちゃうのはもったいないから、はい、うん、って感じかな。なんでこいつ上司に行けたんやろうっていうところ、人の良さだけで行ったんちゃうかなみたいな、うんうんうん、仕事じゃなくて人の良さだけで、はい、今の班長になったなこいつみたいなのが見えてくると、人の良さが見えてくると嬉しい、うん、こういうキャラクターみたいなだけで行こうとするんですよ、まあ、けどその一つの筋がないとできないんですけど、それだけってなってしまうと、例えば悪いやつを演じてくださいって言われたら、ね、今言いましたけど、人の悪口は言うけど人に嫌われないやつを演じるって2つあるわけよ、うん、相対するものが2つあって、じゃあそういう時どう演じるのっていうか、裏表がないやつを演じてよって言われた時にどうやって演じるのっていう話で、でも役者って意外と不器用だから、裏表がないのを自分だけでどうにか裏を作って表を作ってないように見せてますみたいな作り方をしちゃうと、うん、いや裏も表もあるやんこいつみたいになっちゃうから、それはもう周りとの共同もちろん作業にもなるんだけれども、じゃあ人のことを悪く言う時とかにそれが悪く聞こえない言い方っていうか、ことができなくてもむちゃくちゃ信頼されてるとか、むちゃくちゃ仲間思いでそれで上に行った人間でひがみとかが入るとすごい悪いこと言うけど、もうこういう性格って、そこら辺の出し方っていうか、でさっちゃんは上司は上司で部下に対してのその信頼感というか、うん、だから飲み行った時の風景がどういう風景なのかなとか、うん、もうある程度の年齢いっちゃうともう上しかやらされなくなるから、うん、その時にある時にポンでどっかなんか映画とか現場入ってより強いやつがいて、その部下をやらされる時に、え、部下経験の島の経験ねえなとかなると痛いんで、一本もらえる。やめたんじゃなかったんですか。編集長って仕事大変なのよ。行ってみたらどう？出ないんでしょ？なんか言ってたら遅いわよ。はい。はい。思うんだけど、
どうせ、まあ、セリフをそれで偶然的に生まれたんだから、入国時にもするんだから。ここで、そうそうそう、ここでずっとしながら、ここでもう向かずに、あえてね、あえてね。で、ここもずっと上向いて、出ないでしょって言いながら。で、ここで、こっち向いて、何かあったからだと。あってからじゃ遅いわよ。そうそう、なんかあってからじゃ遅いわよって言ってまたふって戻ってあげる。なんかするといや 見ちゃダメだと思ってたんですけど、何かあったんかなって思えるし、でもそれって意外と臭いし、そう、一本もらえる。やめたんじゃなかったんですか。編集長って仕事大変なのよ。俺はちょっと残す。なんかアドバイスっていうか、どうしようかなを出す。言うべきか言わぬべきかっていうのを一瞬残しつつの戻るみたいな。を残してあげると、この子、あの人には相談もできないし、とか、なんか欲しい、なんかアドバイスが欲しい子なんだけど、素直に出ない子なのかなとかいう表現もできるから。まずこの、山本さんの場合は、もう入りながら言っちゃってよ。あー、一本もらえるって感じで、よーいスタート。一本もらえる。やめたんじゃなかったんですか。編集と編集長って仕事大変なのよ。あ、すいません。行ってみたらどう。出ないんでしょ。なんかあってからじゃ遅いわよ。はい。はい。見ちゃった。うん。ね、もう今から食べてたらばっかでもよかったかなと思うね。でもこの範囲ももうちょっと練習しておきながらも。急いでるけど、しっかりと、はい、受け止める。子供の重みを受け止めて、はい、はい、っていうよりも、はい、っていう風に持っててあげた方が、あの、そう。一本もらえる？やめたんじゃなかったんですか？編集長って仕事に大変なのよ。すいません。行ってみたらどう？かかってからじゃ遅いわよ。はい。はい。俺も好きだよ、この昭和感満載な編集長。俺まで嫌いじゃないよ。すごくキャラクターとしては良かったんじゃないと思う、はい、あ、男の世界で上に行く女ってこういうやつかなって思ったね。なんかあのエロって思って、その男の社会の上で立てる女で、冷静以外じゃない、冷静じゃないじゃん今って、クールじゃないじゃん絶対に。で、大体今女性がいる役ってなんかクールだったり、そうですね、いますね、関係者は。だから今のお芝居、俺は逆に面白かったんだけど、もう昭和のね、昭和集を告げて、このね、先取りも良かったなと思ったの、むっちゃおもろいと思って。あとこの食えながら喋るんですね、たまらんなって思って、相手を食えるっていうか、食う芝居っていうか、そうだ、返してない、うん、そうない。この芝居やるんだったら行ってみたらどう、もっと撮ってもよかったかなって思うね。スタート。大変だな、売れっ子作家を抱えると。島田の性格だと先生の方がかわいそうですからね。確かに。お、呼び捨てに戻ったね、こだまし。なんだか悔しくて、同期に負けたみたいで。そんなことより
大先生、プレッシャーに負けて首かくっちゃったらどうします？おい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 、それは笑えないよ君。例えば、椅子割ろうとした人を帰ってもらいたいときってどういう態度できます？今仕事してるから、ちょっともう切り上げて行ってもらおうとするときの態度の出し方ですねとかもう、はい、そんなのちょっと垣間見えたりするとあ、仕事したいのになこの人、だからその後に、え、僕もですかっていう、うん、そうですね、はい、邪魔するんですよ、みたいな先輩が、みたいなのもちょっと足していくかもしれないかなと思いますね、はい、今の感じで、はい、じゃもう一回、よーい、スタート。大変だな、売れっ子作家を抱えてると。島田の性格だと確かに先生の方がかわいそうですけどね。確かに。お、呼び捨てに戻ったね、こだまし。なんだか悔しくて同期に負けたみたいに。そんなことより大先生、プレッシャーに負けて首くくっちゃったらどうしますか？おい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 、それは笑えないよ君。今に戻りのセリフが早いんですよ、はい、せっかく1個芝居入れたのに、はい、ちょっと見ますよね、ここなんですよ、うん、入れポイントって、はい、今度ちょっかい出さない方の、お、こう呼び捨てに戻ったね、これはマジみたいな感じの持ってくるかなと思う。あの、どうしても例えばこういっちゃうから、こういかれたらもうリアクションもしなきゃいけないし、こっちも押さなくなっちゃうから、だったら、お、お、呼び捨てに戻ったね、これはマジ、悔しかったので、うん、同期に負けたみたいね。そんなことより大先生、プレッシャーに負けて首くくったらどうします？おいおー、そら笑えないよ君みたいな感じで全然 OK だと思うし、うん、大変だな、まあ、こんぐらいで聞こえてるじゃん、どんなに雑踏があったとしても。大変だな、売れっ子作家を担当にしてると、またなんかわざとらしくとか、今日打ち切りになったなって思わせるとか、なんか変なことあったなとか、まだ打ち切りを言ってなかったとしたら、なんか例えばこの10年付き合いがあったとして、打ち切りがあるたびにこういう態度だったらさ、一気にやる気がなくなるやつとか大変だな、例えば大変だな、だけど俺の心の声ね、芝居のいいな、なんて俺ばっかりこんな悪いことばっかり起きるのかな、大変だな、売れっ子作家を担当ありましたよ、なんかあったのかな、よいしょ、ですかね、漫画をすぐってこっちにやらされる、うんうん、でその間にその島田のそんなことよりっていうセリフがいけるかもしれないし、はい、でいろんなパターン、いろんな想像力が必要になってくるから、うん、そのここの当たり前を自分たちで一生懸命になってしまうと、生活の当たり前は絶対に出ない、うんうん、生活の当たり前を出すためにはゆとりはある程度持っとかないと、もったいないんで自分たちで決めつけない、言われたら決めつけなきゃいけないけどね、うん、そもそもここでもうちょっとかたくなな思いで言ってくださいと言ったら、かたくなな思いってなるけど、うん、何かしらをやらなきゃいけない、でもそのアクションが来ないってことは、言われないってことは、何かを自分たちでもっとやっていいんだよってことだから、うん、もっともっとフリースタイルだよっていうことをやる。ジュリさん映ってないんだもん、いっぱい全然すごい撮られてる、ね、そうです、ああすごい撮られてる、8時半に電話が鳴る女だよ、7時半に電話が鳴る女です今日も先週も鳴りました